要するに固定観念にとらわれず視野を広く持って生きてほしいという私の願いだ。時間か。お前ら付属3年は今週この時間帯はロングホームルームになってるが、明日で最後だな。また適当な話をするのでよろしく。じゃあ。それじゃあ移動しましょうか。今日もいいかな。午前中降ってた雨もいつの間にか上がってるから大丈夫さ。こんなに毎日集まるのは今だけでしょうし、クリスマスまで晴れてくれれば助かりますね。そういえば勝手にそうだと思い込んでて何も用意してなかったです。朝準備とかしてましたっけ。なかったら後で購買か学食に行きましょう。やっと終わった。撮っていたね。泉先生、ほとんど板書をしないから話してる内容を書き取るのが大変で、一応ちゃんと録音はしてるんだけど、その場でまとめた方がいい。でも面白い話だし、先生の授業好きだから。伊沢は本当に優等生。そういうわけじゃないよ。同志たち、時は限られている。行くぞ。先に行ってるよ。今日はおにぎりです。ちっちゃく具が乗ってて、一目見てわかるのがすごく気遣いを感じます。大感激。しかもわかる人は少ないかもしれないけれど、握り方が達人の域ですよ。相当な数を握って初めて得できるふわふわ感、それでいて崩れない。